はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね、こちら東京ディズニーシーにやってきてます。皆さんにですね、今日はただ単にアトラクションとかショーパレを見るだけじゃない東京ディズニーシーの遊び方ご紹介していきたいと思います。それは何かと言いますと、そうですよ、隠れミッキーでございます。パーク内にはね、たくさんのね隠れミッキーがあるんですよ。ジョマジはですね、一応ねもう高校生ぐらいの時からね隠れミッキーずーっと探してまして、もう一日中隠れミッキー探ししてたぐらいですね、もう自称ね隠れミッキーオタクなんですよ。なので今日はですね、皆さんにとっても簡単なんですけれども、めちゃくちゃおすすめのね隠れミッキーご紹介していきたいと思います。今日ご紹介しますのはこちらですね。今現在ちょっとコロナの影響で閉まってるんですけども、スチームボートミッキーズのここ横通ります。横、はい、でここをまっすぐ行きますとですね、ここになんか看板みたいなのがあるんでしょう、これ。でここの中に実は隠れミッキーがあります。さあ、それでは皆さん隠れミッキー探してみてください。ここのねどこかにあります。しかも休園中にめっちゃ綺麗になってて見やすくなってますから、ぜひ皆さん探してみてくださいね。どうですか、分かりました？分かんない。じゃあ別の角度からご覧いただきましょう。どうでしょうか、皆さんどこにあるか分かりました？じゃあ少しずつズームしていきますね。徐々にズームしていきます。どうですか、この辺に来ると分かってる方いるんじゃないでしょうか。はい、皆さんどうでしょうか、どこにあるか分かりました？ヒントは雲です。じゃあさらにズームしていきますからね。ズームします。よいしょ。はい、もうここまで来ればわかりでしょう。そう、これです。わかります？これがミッキーの顔で、耳になってるのわかりでしょうか。はい、ということでね、今日はですねここですね、この雲の隠れミッキーご紹介させていただきました。まあ、よく見るとね分かると思いますからね、ぜひここに来てね探してみてください。ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。他にもねたくさんね隠れミッキーご紹介していきますので、お楽しみに待っていてください。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。